杉浦太陽です。チーム育児をね、今うちも行ってるんですけども、育児っていうのは一つの同じ方向を向く夫婦としての趣味じゃないんですけど、同じ方向を向いていくための一つの人生の道だと思っているんですよ。なんか同じ方向じゃなく違う方向を向いてると、それぞれの思いのすれ違いも出てきたりもするので、うちとしては一緒にキッチンに立ったりとか、奥さんがキッチンに立っている時は子供を旦那さんが見たりとか、手が空いてる方がサポートしていくっていうリズムができてくると、すごくもう流れのいいチーム育児になっていくと思います。